おはようだぜ。おはようございます。マッスル、私の真の名前はマッスル霊夢なのだ。マッスル霊夢おはよう。あ、幹事長、いたんですかそこに。これからマッスル霊夢って呼んだ方がいい。あ、呼んでくれるならレジェンド霊夢の方がいいですね。なんだよそれ、マッスルでもないしレジェンドって。面倒だからやっぱりやめた。面倒だからという理由でなくなるのくさ。はい、じゃあ自由時間だよ。了解です。そういえば言われた通り豚を噴水したから出しておきましたよ。あ、それは助かる。彼らが溺れる心配があったからね。救出したので何かしらのボーナスを。まあなんか思いついたらね。やったー。くれるかどうか怪しいぞそれは。私は飯塚幹事長を信じているからね。言ったかな、じゃあ霊夢、行くぞ。あ、鍵保管庫ってところ行ってみます。そうだな、私の推理が合っているか答え合わせだ。名探偵マリサだ。あともう少し鍵保管庫とかボディーがある建物を探索したいんだよな。この前急ぎ足だったからあまり見れなかったもんね。そうだな、他の部屋もじっくり見たいしな。いよっと。さあ今回はテキパキと動いていこう。テキパキテキパキテキパキパキパキテキテキ。なんかの呪文みたいになっているな。怖いぜ。そこはささっと看守が見てないうちに入るぞ。さっさ。今のところ警報は鳴ってないと安心して探索できそうだな。いやー、地上の緊張感半端ない。鍵保管庫はこっちだったな。ここだな。花の色の並びと食堂裏のコンクリートの位置を照らし合わせるんだっけ。そうだな。チューリップの色は左から赤、オレンジ、ピンクだったから一番左の剣は右かな。真ん中の剣はオレンジのコンクリが左だから。最後の剣、コンクリのピンクの位置は左下だね。さあ運命の瞬間、開いてくれるか。あ、扉が開いた。中のチェストには何が入っている。旧幹事長の部屋の鍵だ。おお、それだけかな。そうだな。鍵保管庫っていうくらいだから2つくらいあるのかなと思ったけど、旧幹事室の鍵だけだったな。まあこれが手に入っただけでも全然いい。そうだね、じゃあこの後はどうする。もう旧幹事長の部屋に行く。いや、この時間帯はこの建物を探索しよう。あ、そうだったね。そっちの方が効率良いしね。確かここに階段があったよな。さて、前回は荷物回収の時に一回来たが、ここが囚人名簿とかが書いてある本があって、その先に囚人所持物保管庫があったよな。やっぱりそうだよな。そんで一つだけこの前気になったものがあって、ここに鍵付きドアがあった気がするんだよな。あ、あったあった。バルコニーか。一体何があるんだここに。お、鍵付きドアじゃんここ。バルコニーの鍵なんてなかったよな。なかったし、だいたい外に出て何をするんだって話じゃない。てかさ、ここの鉱石保管庫も閉まっているけど向こうにひび割れた石レンガないか。しかも鉄鉱石があるじゃん。え、この裏の部屋と繋がっているってこと。どこだろうな。こっちか。そっちかな、逆方向じゃない。そうだよな。こっちは囚人所持物保管庫だもんな。位置的にもそっちの部屋っぽい気がするな。うまくいけば鉄鉱石取れるかもしれないね。全く見当がつかなかった鉄がここに来て見つけたな。ここっぽいよマリサ、調理室。あ、ひび割れた石レンガあった？あっても、一マスなのかこれ。あ、ほふく前進ができれば入れたのに。そういうのがないからできないんですよねー。水を流したりすることもルール違反だからね。しっかり岩盤でガードされているってことは、鉄つる橋がなくても取れるってことか。どうやって取るのあの鉄。ちょっと今はわからないな。もしかしたら何か必要なのかもしれないし、今日は時間もやばそうだから一回戻ろうぜ。あ、了解した、戻りますか。そろそろ戻りましょう。この前もギリギリだったからな。ある程度余裕は持ちたいところだな。ささ。ささ。ここまで来ればもう安全かな。そうだな、あとは時間との勝負といったところか。ここの黒曜石も気になるよねー。まあ資料室の情報が正しければここが出口のわずらしいが。なるほどねー。あ、夜になったな。夜になったっていうのが自由広場に戻る一つの目安にならないかな。あ、そうだな、確かに言われてみれば。ここ最近は自由時間が終了間近になると大体夜になっているな。夜になってから広場に戻るっていうのでも大丈夫そうだね。あ、幹事長来たよ。食事の時間か。終了だよ。了解でございます。わかりました。じゃあ二人とも食堂に入ってちょうだい。飯の時間だ。あ、今日は風呂にするからそのつもりでね。はーい。
了解です、そうか。風呂か今日？前回が私たちのやらかしで6日だったからね。いろいろ日程がずれてしまったんだよな。あれ、そういえば風呂の水路のところにもひび割れた石レンガがあったよね。ああ、今日見に行けるかもしれないな。なんならそのままの流れで旧監視長の部屋にも行けるんじゃないか。確かに。じゃあ風呂の時間もがっつり探索する感じで。いやあ、ここに来てすごく順調だな。序盤に大きくつまずいてはいたものの、鉄のありかも出てきたし、今めちゃくちゃ調子がいいのでは。相変わらずここの巨大倉庫は封鎖されたままなんだな。まあもう開かないと考えた方が良さそうだね。とりあえず現状は監視室に何があるのかということと、あとさっき見たあの鉄鉱石、あれをどうにかして手に入れたいよな。あの鉄鉱石欲しいよねー、ちょっと考える必要がありそうだね。現状他の鉄の入手方法がないからな。終了だよ。風呂だー。久々の風呂だー。君たちちょっとやかましくない？いや、6日も風呂に入っていないんですよ。そりゃこうなりますって。なるほど。人は風呂に入らないとこうなるのね。これは監視庁日記に記録しておこう。なんか実験されているような気分。ちょっとわかるそれ。さあ風呂だよ。久々なんで綺麗になってきてね。刑務作業でたまりにたまった汚れをすべて落とします。さあ時間も時間だからテキパキ動きましょう。本日2度目のテキパキをいただきました。前回私はここに来てないんだけど、奥にひび割れた石レンガがあるのかな。あ、そういえばお前来てなかったか。先に旧監視長の部屋行こうぜ。そこの水路登ってくれ。あ、了解。監視長の部屋だから。こっちじゃない？あ、やばい、飯塚監視長いる。急いで戻れ。あの位置にいるのか。先にこっち行くか。そうだね、臨機応変に変えていきましょう。っていうかここってどこに繋がるんだろうな。方向的に私たちの棒なのかな。上から水が流れてきているな。どうなっている？うわぁ、マジで真っ暗じゃんここ。本当だ、めっちゃ暗い。サファイア団長についてという本があるな。とりあえず見にくいから明るくはしておくね。助かるぜ。お、ここに鉄があったぞ。え、まさかの鉄？思わぬところで手に入ったな。じゃあ本も一旦読んじゃうぞ。ついに俺の刑務所移動が決まってしまった。アインス刑務所という場所だ。しかし、この刑務所で重要な情報を得た。旧監視長の部屋にあんなものがあるとは。ということは奴は手下だな。団長の正体も目星がついてきた。考えたくはないが、あの人かもしれん。ジェームズ。え、ジェームズが団長ってこと？いや、おそらくジェームズの書き残しってことじゃないか。え、どういうこと？団長の正体があの人、でした。旧監視長の部屋に行けば何かがあるみたいなことも書いてあった。なおさら行きたくなってきたね。監視いなくなってないかな。逆側から行けば行けるんじゃね。無理かな。逆側って言うと？こっちだな。ついてきてくれ。了解。こっちだな。私たちの棒の前を通っていくルートだ。ああ、そっちから行くってことね。監視が移動してこっち側に来てなければいいが。大丈夫そうだな。監視はいなさそうだな。大丈夫かな。やばい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 。え、何マリサ。急いで戻れ霊夢。うわ、いるじゃん監視。いやぁ、マジで危ないってこれ。過去一番のピンチを迎えましたよ絶対。よく今のは見つからなかったわ。しかも鉄棒具って絶妙にわかりにくいんだよね。それ、結構近づかないとわからないんだよな。これは、監視室行くのは明日だね。ちょっと気になる点がたくさんあるが。
まあ仕方がないな。まあなんだかんだで時間も使いすぎていたしちょうど良かったかもな。確かに。言ってもあまりゆっくり探索できなかったかも。でもこの本と鉄を手に入れられたのはでかいな。やっぱり本の内容が気になるよね。団長って私たちが知っている誰かだったりするのかな。山中幹事長じゃねえか。私も思ったそれ。医療室のメモにも書いてあったからな。ダイヤモンド看守がどうのこうのって。まあでも私たちの脱獄には関係ないことだと思うが。確かにね、関係のないことではある。終了だよ、二人とも。あれ、そんなところで何をやってるの。え、別に監視を驚かそうなんてしてませんよ。なるほどね、僕を驚かそうとしたんだね。あっさり目論みがバレたのくさ。まあ僕がびっくりしたところで何もないけどね。いやー、飯塚監視長のいつもの日常に刺激を与えようかなと。僕の毎日は刺激だらけだから大丈夫。なんだこの人、かっこよすぎる。かっこいいのか。じゃあ二人とも棒に入ってちょうだい。了解です、わかりました。じゃあ明日の自由時間まで待機だよん。はい、ありがとうございます。てなわけで、無事に鍵保管庫から鍵を入手することできたと。さらに思わぬボーナス、鉄も一つ手に入ったと。いやこれは久々に大進展したんじゃないですか。確かにな、今日は大進展したと言っても過言じゃない日だったな。じゃあ次回はいよいよ旧館市長の部屋に行く感じだね。サファイア団についてもなんかわかるかもしれないからな。じゃあ今日はこの辺で寝ますか。そうだな、おやすみだぜ。おやすみなさい。ジェームス、